今現在私はね日光に来ております。今回の動画なんですけども、今回はね日光の紅葉をね皆さんにお見せしようかと思っております。今回はね一つの一例としてね観光のルート、私がちょっと考えたそのルートでね行こうと思ってますので、皆さんがねこの日光にね観光に来た時のね参考になってもらえればいいなと思いまして、今回この動画を企画してみました。それではねこれからね後ろにあるのは日光のいろは坂、私が今いるのはね日光のいろは坂の下にある馬返し駐車場というところから今撮影してるんですけども、ここからね動画をスタートさせていきたいと思っております。それではねこれから行ってきます。次のね場所に到着しました。今私が来たところはねこの半月山駐車場と後ろに書いてあるんですけども、このね先にね徒歩でね20分から30分ぐらい歩いたところにですね展望台があります。そこのね景色がめちゃくちゃいいんですよ。なのでねこれからね皆さんにその景色をね見せたいと思います。それではねそちらの方に行きます。はい、目の前にあるところがね駐車場からここからね登るところがありますね。ここが半月山のね展望台に行く道になります。それとねここはね景色がめちゃくちゃいいんですよ。この後ろのね感じがねこんな感じでねめちゃくちゃいいです。はい、ここがね展望台の入り口です。うわすげえ急だな。はい、登っていきます。結構足がぐちゃぐちゃ、昨日雨降ったからな。はい、こんな感じですね。晴れて5分ぐらいなんですけどもうハーハーしてます。はい、相方のアベッチ死んでます。死んでいやめっちゃ急なんですよここ。いやでもねいい景色がね見れるのを楽しみにして、大変ですけどここ登ってきます。やっぱね雨が降った翌日にここ登ると路面がね悪いので、そこだけは気をつけて来る際はねそこの部分だけ頭に入れて来るようにしてください。それでは向かいます。いやーこれ崖だね。うわー切った。うおー駐車場が遠い。だい、うん、登ったね。結構登った。おー着いた。綺麗だね、最高。はい、下山してきました。駐車場戻ってきました。これからね山登って小腹が空いてきたのでね、これからね竜頭の滝のところにある竜頭の滝茶屋さんのところでねご飯をね食べに行こうと思います。はい、お昼ご飯の場所竜頭の茶屋さんに着きました。それではお昼ご飯食べに行ってこうと思います。はい、料理が届きました。私がね今回頼んだのは
お雑煮とね、小倉の草団子になります。草団子の方はね、こうやってお茶がつきます。それでね、お雑煮を注文しますと、こうやってね、お漬物たった2個だけですけど、こんなのがつきます。そしてね、私が今座ってるとこなんですけども、目の前がね、こんな感じになってます。竜頭の滝ですよ。ここのね、美味しいお雑煮とお餅を食べながら、この竜頭の滝をね、見てゆっくりと堪能していきたいと思います。しまって、休めちゃったんです。うん、あ、餅うまうまい、すごい。なんか餅周りパリパリしてるな。うん、パリパリします。なんか山菜ですね。山菜美味しい。あ、だしうめ。だし美味しい。うめ。これはね、草団子。小倉草団子いただきます。うん、疾走感がすごい、なんかいい。うん、今度はね、さっきのね、竜頭の滝のところのね、上流の方にね、行こうかなって思います。それではね、ちょっと上流の方に向かっていきたいと思います。はい、竜頭の滝のね、さっきの食べた茶屋さんのちょっと上のね、上流のとこに来ました。ここからのね、滝の景色こんな感じになります。次はね、湯滝に来ました。ここはね、掲示板に書いてある通り、奥日光の持つ優雅な魅力を主張する代表選手がこの滝という形ですね。ここのね、滝のスケールの長さはね、75メートルになります。ここはね、結構ダイナミックなね、滝になります。それではね、向かっていきたいと思います。ではね、湯滝に着きましたんでね、湯滝はね、こんな感じになります。はい、はい、これがね、75メートルのスケールの長さを持つ湯滝になります。いやー、今ね、この奥日光はね、紅葉が今ベストな状態なのでね、すごい紅葉と滝、めっちゃ綺麗ですね。それではね、湯滝のね、上の方からね、の景色こんな感じになります。そしてね、この今いる場所からのね、目の前の景色最高です。すごい紅葉がね、ピークを迎えてる景色ですね。いやー、最高にいいなこれ。はい、湯滝見てきました。次はね、湯本温泉の方行きまして、足湯がね、無料で入れるところがありますので、そこをね、行きたいと思います。それではね、行ってみます。はい、湯本温泉安養の湯に来ました。冬季は閉鎖してるみたいですね。それではね、足湯奥にこんな感じになってます。それでは入っていきます。
周ね入ってきました。とても気持ちよかったです。ここはね硫黄の温泉なのでね、いい匂いですね。それではね、いろは坂下りまして、日光東照宮の方に向かいたいと思います。はい、日光東照宮の方に着いたんですけどもね、今ね現在5時17分になります。日光東照宮はね5時で終わりなので、今回はね諦めました。なので夕食に行こうと思いまして、今ここに来てます。日光でね食べログランキング1位のね明治の館さんになります。それではねここでオムライスとねチーズケーキ食べようかなと思って、夕飯はねここにしました。それではねこれから夕飯を食べに行こうと思います。明治の館さんのねオムレツライス、それとチーズケーキとコーヒーをね食べてきました。オムレツライスめちゃくちゃ美味しかったです。卵もねすごいトロトロでね、ライスの方もねチキンライスだったですね。お肉とねエビがねすごい大きいのが入ってまして、これも美味しかったですね。それとチーズケーキ、酸味の効いた味がねアクセントになってくどくなくて、これもねまた美味しかったです。コーヒーとねマッチングもねとてもよく、食後のデザートとして最高でした。それではね夕飯が食べ終わりましたので、これからね自宅の方に戻ろうと思います。はい、今回の動画いかがだったでしょうか。今回はねまだ日光の方にね行ったことのない方に向けてっていう形で動画をアップいたしました。日光の紅葉はね大変美しいので、まだ行ったことのない方はねぜひとも日光の紅葉見に行ってみてください。それではね今回の動画は以上となります。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。それではまた、バイバーイ。